二方化マグネシウムは、放素とマグネシウムからなる無機化合物で、六方章の相乗物質。結晶構造は、アルブ二型構造。これは、放素が、グラファイトのように亀の構造となって相乗に、積層した間をマグネシウムがインターカレートしたような構造である。金属間化合物であり、金属の性質を示す。放素層内は主に共有結合であり、放素層。 マグネシウム相関はイオン結合的な力で結合している。2001年1月に青山学院大学のアキテルスミラのグループがごくありふれた物質として市販をされていた MGB2 が実は 39K で超電導を示すことを発見した。低位温度は動産化物を中心とした高温超電導物質よりはるかに低いが金属間化合物では NB3GE 以来の更新であった。MGB2 における多重超電導ギャップの起源についての論文が2003年に出版されている。超電導リニア用コイルとして、東海旅客鉄道などの研究が進み、2005年、愛知万博で超電導リニア用の2、放火マグネシウムのコイルが公開された。JR 東海は2007年4月20日に放火マグネシウムを使った。 超電導洗剤で、大型超電導コイルを製作。これを使用して、冷凍機で冷却して、磁界を発生させ、重りを浮上させる実験に成功したと発表した。二ホ化マグネシウムは、山梨リニア実験船で使用されている、ニオブチ単合金よりも、臨界温度が低く、摂氏234度と摂氏35度高く、効率よく超電導状態を維持できる。臨界温度は、 セラミックス系の方がさらに高いが、二宝化マグネシウムはセラミックス系より丈夫で扱いやすく実用化上、コストパフォーマンスが高い。JR 東海では2003年に二宝化マグネシウムの洗浄化に成功、2004年にコイルを製作、当時世界最高の次回を発生させた。従来は、 直径 30mm であったが2007年4月には直径 500mm の大型コイルを製作、冷凍機による電動冷却で磁界を発生させることができ、世界初の試験であった。実際には0.05テスラ程度の磁界が発生したと想定され、約 630kg の重りを浮上させた。直接浸して冷却する方式は安定して冷やせる一方で、 メンテナンスに手間がかかるという欠点があるが、リニアへの応用実用化を考えれば、電動冷却ならば、冷却装置も簡素化でき、全コストの低減もお期待できるという、ありがとうございます。